今回は美味しくて安くて簡単にできるちくわともやしの焼きそばの作り方を紹介します。パリパリに焼いた麺にちくわともやしのあんを乗せたものです。麺をパリパリに仕上げようと思って油をたくさん足してしまいベトベトでギトギトの焼きそばになってしまうことも、そんな失敗を起こさずに適量の油でパリパリの麺に仕上げる方法を紹介します。それでは作っていきましょう。まずは焼きそばの麺に少量の醤油とごま油をかけて香りをつけます。全体に絡めるようによく混ぜ合わせておきます。ラップをしてレンジで1分くらい温めます。その間に合わせ調味料を作ります。砂糖小さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ 1.5 を入れます。水を 140cc 入れてよく混ぜ合わせておきます。材料はちくわ2本を細く切ったものと、もやし1/2袋、人参 10g、ピーマン 10g、 焼きそばの麺1袋と先ほど作った合わせ調味料です。レンジで温めた麺にパリパリに仕上げるつなぎとして水溶き片栗粉大さじ1と片栗粉大さじ1を入れ絡めておきます。全体に薄く広げるようにして麺の表面につけていきます。麺を焼いていきます。鍋をよく温め大さじ1の油をよく混ぜ混ぜておきます。そこに麺を入れて焼いていきます。麺を箸などを使って平たくなるように広げて焼いていきます。弱火にして片面をしっかりと焼いていきます。ここで油大さじ1をプラスします。鍋肌から回すようにして垂らしていきます。油は焼き始めと今入れた2回大さじ2だけにします。初めから大さじ2入れずに麺が乾き始めてから入れることで少ない油の量でカリッと仕上げることができます。逆に初めから多めの油で焼いていくと麺が油をたくさん吸ってしまいベトベトになったり油っこくなるので注意です。麺が焦げないように鍋を揺すりながらじっくりと焼いていきます。麺を箸でめくって焼き色を確認します。このくらいこんがりとした色になっていたら OK なので裏返していきます。裏面もカリッと焼けるまで焼いていきます。このくらい焼けていれば OK です。焼けた麺は皿に乗せておきます。
次はあんを作っていきます。ちくわと野菜を鍋に入れ炒めていきます。油を大さじ1入れます。この油が具材に行き渡るようにして炒めていきます。具材が炒まってきたら合わせ調味料を入れていきます。しっかりと沸騰させて軽く煮込んでいきます。水溶き片栗粉大さじ2を2回に分けて入れます。水溶き片栗粉を入れたらダマにならないように手早くかき混ぜます。このまま数秒加熱してとろみをしっかりとつけていきます。これで餡ができました。麺の上に餡をかけていきます。これでちくわともやしの焼きそばの完成です。パリパリに揚げた麺と具を絡めてお召し上がりください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。